天空から降りてきた男、イーノックよ。頼まれてはくれぬか。我ら自由の民を襲い、狂乱する火のネフィリムに永遠の安らぎを与えたまえ。火のネフィリムたちに永遠の安らぎを。なんか早速無理難題を押し付けられましたね。ああ、共食いしている。そうか、こうなっちゃうから。この火のネフィリムこそ、すべての元凶。彼らの存在がなければ洪水計画が発令されることはなかったのだ。あれがシンの言っていた火のネフィリムです。火のネフィリムが増え続ければ地上は破壊と混乱に覆い尽くされてしまう。ああ、そうっすか。やっぱりこう地上で暴れ回っちゃうんでネフィリム自体をどうにかしないといけなかったのか。また君たちか。どれがいい？一番危ないやつ。まあやっぱり外からね、飛ばしてくる相手、あっちは飛ばしてくるやつをとりあえず奪っておかないとな。これ悠長に待ってくれるのが優しいんですけどね。みんなどうだい？このままこうやって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 やってもね、そうなっちゃうからな。早めに奪った方がいいか。そう言ってもガーレがね、多分攻撃力がそんなにね高くないんで非常はできないんですよね、すぐに。だ結局何かでどこかのタイミングで、あ、お願いします。効率よくダメージ与えていって、まあ連続してね武器を奪っていくようなことをしないと結構きついんじゃないんでしょうか。よいしょ。ああくそ、単純に死んだわ。いや BGM いいですね。やっぱ全体的に雰囲気がすごく良くて、なんかプレイしてでも面白いなって思うんですよね。プレイしてる側は、ただそのなんかゲームの中にあまり遊びがないというか、え、そのギャグ的な要素とかじゃなくて、なんていうか、永久に戦ったばっかりみたいな。危ない。あ、また殴らない、殴らねば。とりあえず奪わねば。ただな、この奪った後の範囲攻撃も強いんだよな、こいつら。よし。あ、じゃあ浄化しておこうか。で、この後どうしようかなっていう。まあ、空中から当てちゃえばいいか。で、片手間浄化。どっちだ？ルート的にはね、飛んだ方がいいみたいだけど、こっちでもいいんじゃないか。危ないからこう。ちなみに、ああ、ここのため攻撃は、あ、ここからこうしてさらに下にもつながっていくのか。攻撃がだからカウンター攻撃につながってそうな雰囲気。うん、どんだけね、でも弾ばらまいてもちょっと攻撃力がな低い感じするんですよね。それこそさ、急所に当てられれば何度も危ない。ここからでは何もできないので先に進んで
高い場所を見つけよう。はい、まあ、本来そのね、ガンダムとかに出てくるファンネルとかファングとかドラグーンとかっていうのは低出力だけど、まあ、敵の急所にね当てればいいでしょっていうので低出力なんだろうけど、それがネフィリムたちが暴れててね。おう、ともぐいだよ。また連絡する。どこにいる？ルシフェル。見逃したくないんだけど。あ、いた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 。ほい、じゃあ続きでやっていきます。エルシャダイですね。よろしくお願いします。よいしょ。あ、ちょっとね、投稿できなかった感覚というか、時間が結構多かったんで、まとめて、公開できればいいなと思っております。2日、3日くらいですかね。ちょっとね、ちょっとなくしものをしちゃってまして、すごい大事なものだったんですけど、それを今ちょっと探してる途中っていうのもあったりなかったりで、よし、みんな突進攻撃するのかこれ。ちょっとね、意気消沈しちゃってるところもあるんですけど。はい、じゃあこれもちょっとね、奪っといて、浮かせて浮かない、よし、浄化完了、よし、浮かせて1、2、3で貯めてたくさん攻撃、よし、でそうすると、まあ、浄化ができると。俺はできればね、ビールを最後に残しておきたいですかね。タイムアタックでちゃんとチャートを組むってことは、おそらくここで出てくる敵が何を持っているかっていうのはランダムでは決まっていなくて、おそらく固定でね配置されているんでしょうから、まあ、こいつを倒してこいつを倒して、まあ、途中で浄化入れてみたいなことをするんですかね。タイムアタックで全部その最後にガーレを持ってきて、多分ステップをしたいっていうことなんだよね。俺は最後にベイルを持ってきて初手でパンチしたいっていうのがあるんで、ね、こうやって殴ってどいつもこいつも殴りたい、とにかくパンチを繰り出したい。あんなでかいのさ、浄化できるんですかね、こんなちっちゃい武器で。神のさ、英知とかさ、その知恵とか、そのそういうレベルの話じゃなくて、単純にそのパワー的に余裕はあるのかなっていうのがちょっと気になるんですよ。はい、殴って、で、その間にきっとどうせ気絶してんだから、ね、気絶してるんだから、でこの間に俺もさ、殴っちゃえばいいんじゃないのこれ。てかこれどうすか。おらー、かっこいいポーズ。殴る、勝手に殴っている。お、好き勝手殴っている。そして奪って爆発力。そう、殴ればいいんだ。さっきね、この前も言ってるじゃないですか、あれじゃん、殴ればいいのって言って、なんか そんな感じで殴って横槍を入れられてっていう。なんかバーストモードとか言ってるけど、なんかもう溜まったらすぐ使っちゃってかっこいいポーズすればいいんですかね。もう殴っておらーってやれば一番なんかね、あ、やってるさ、あ、こいつやってるなみたいな一番やったった感があるんじゃないですか。こういう危ないところでね、こう雑魚的に確かに戦う理由はそんなにないんでね、殴って、もしするならね、その戦う必要ないですけど、もし戦うんであれば、ね、これ持っといた方が、こういう基礎攻撃力が多分高いんで、なんかあった時にね、すぐ粉砕できるじゃないですか。また君か。
君、また君かで同一人物ではないと思うんですけど、懲りない子ね、エゼキエルさんすげえ強いおばさんだったじゃんなんだこのおばさんって。これ当て身でしょ、当て身の時にやると一撃必殺でぶち殺されるんで、ギース様より強いよ。あ、まず、うん、危ない危ない、ね、これ ガード危ないんで、うんうん、お、かっこいい、うんうん、ほら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 、無駄ーって言いたいじゃないですか、やっぱりで、その後殴ると、あ、痛がらない、うえービャーッ、俺がフンフン言いたいだけ。あ、ガードできない、あの電撃はガードあんまりできない。突進からオーラー当たらなかった。フンうん、あ、で、この時はね、あの、キャンセルしないとダメですね、これ。あ、危ない。あ、この時に浄化すればいいな。おらー、ベイルの時代なんだよ。このままじゃ終われないわね。やっぱり勝ち負けは決まってるというか、ちゃんとやればこう優勢にね戦えるみたいですね。ただやっぱりね、ベイルじゃないとこう難しい気がする。多分ガーレでも大丈夫なんだろうけど、あんまりやっぱそのきちん、あルシフェル、どっかにいないの、ルシフェル。行きます行きますか、行きましょうか。まあ、ブルーと、エルシャダイとまとめてあげたいなって思ってるんですけど、ちょっとブルーの方がね、今ちょっと詰まっちゃって困っているんですけど、エルシャダイはね、なんとか前に進めば前に進むんで、いいかなと思うんですけど、まあ、怖いのは冥界ですよね。ちょっとね、骨は、うわ、すっごいことになってんな。骨はね、ちょっと無理して取ることはやめようかと思います。まあ、ただ、初手でね、困ることはなさそうなんで、まあ、ちょっと向かってみ、行っても、いいけど、冥界はね、ちょっとふわっとしてるんですよね。まあ、見てちょっとわかるかもしれないですけど、まあ、ただなんとなくちょっと進んでるだけなんで、うまくね、あった、ラッキー。はい、これを取ると何かいいことがあるかもね。文献、あ、ちなみに R の中ではイシュタールイコールイーノックなんじゃないかなと思ってます。イシュタールっていうのを復活したいって言ってるけど、みんな、新たな世界は闇とつながる。死んだ人の魂は闇に落ちゆく。人々は天に召されないことに気づかない。堕天使たちは後になって人々が闇のためになることに気づく。じゃあ何？堕天使もよく分かんなくて。今日のおこ。電源落とす気満々だったんだけど、神に従うことも我々と共に行くことも拒むというのか。お前
今なんか不穏な画面が映りましたけど、大丈夫ですか？してあげたのに。このイベントバトルに関しては、まあ、イーノクの鎧ではなくて多分個別で HP が設定されてる感じなんですかね。いや何で押したの。最初はね優勢で進められたんですけど、ちょっと途中でダメージ負っちゃったら、まあ、今みたいにね終わってしまったので、まあ、ちょっと個人的には腑に落ちない。いやまだまだやれんだろうと、ね、オーバーブーストかなんかもまだ使ってなかったんで、いろいろできたと思ったんですけどね。まあ、タイムアタックとかやる人はもしかしたらこれ普通に一撃でねボコボコにされて進むのかもしれないですね。あんまりその勝ったから負けたからっていうので恩恵があったりなかったりっていうのはあまりなさそうに見えましたけどね。じゃあ改めてちょっと冥界に遊びに来ましたが、どうだあれ、これ骨別にできなくないんですけど、どうやってその取ったり取らなかったりっていうか、その次の結局足場なんですよね。次の足場がどこかなっていうのだけわからないとね、次へのアプローチが足場へのアプローチができないのがちょっと玉に傷なんですよね。まあ、いつものごとくなんですけど、これちょっと怖いな。もうちょっと上行こうか。まああんまり無理しなくてもねいいんですけど、そんなこだわらなくても。こっち行けそうかな。こんなところではなかった気がするが、骨の場所がさ、道がね永久に続いているのかもしれないし、沼が迫ってきた。これ以上ちょっと探索するのは難しそうですね。諦めましょう。で、どうやら頂上に着いてしまったみたいですね。ここでいいのかな？そう、イシュタールっていうのは、イノクが、まあ、難を逃れるために過去に捨てた名前なんじゃないかなと思うんですけど。このさ、イノクの体力がゼロになった時の復帰ももうちょっとこの連打がね難しい方がいいと思うんですよね。折れて、あれ？ああ、折れ程度の連打でもねいけるんで、あ、今オートセーブされた？もしオートセーブされたんだったら、あ、まあいっか、そんなに俺骨にこだわってもあれだしね。そうか、やっとわかったよ。何が？誰の声？ちょっと待って、片手間浄化しようか。ガーレは？ガーレはいないのか。おらー、ガーレがいなそうなのでさっさと、おらー、それよこしな。次の的、おい、これもふわっと置いて、で殴る殴る殴る、吹き飛ばされて殴る殴る、ほれ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 、ちょっと空振ってるんですが、それはで、こっちは俺はいらないで、浄化して、危ない、ガーレを優先で、ガーレはどこからでもね突っ込んでくるんで、
俺は好きじゃありませんので、ほれ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 ほら、やりすぎるとね気絶も解かれてしまうので、あんまり殴りすぎても良くないみたいですよね。ほらで浄化しておいて、で気絶させておいて、で時間を稼いでガードできてるかな。 OK、 うん、相手もやっぱカウンター攻撃とかあると、まあ、無条件で殴ってくるのかな。ガード崩し攻撃を使ったらどうかな。あ、そうか、今のはガード崩し攻撃じゃなくてカウンター攻撃でしたね。どうしてもね、ため攻撃をガード崩し攻撃と思ってしまうところがある。いや、いや、全く落ち着かないね。ここもいつ壊されるか分かったもんじゃないよ。悪いけどもう起きるよ。俺が催促してるのがバレちゃったかな、こうやって